プジョー405は、フランスの自動車会社であるプジョーが1987年から生産していた小型乗用車である。前身は305であるが、1960年デビューの404以来、17年ぶりの400番台の新型車となった。1988年のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。プジョー305の上級移行版であったが、 車体寸法はむしろ505に近く、日本市場では3ナンバー登録となった。デザインは、プジョーの伝統通り、ピニンファリーナの手によるもので、大ヒットとなった、ホットハッチ205にも、同じくピニンファリーナの作品であるアルファロメオ164にも禁じした、滑らかなボディラインを持つ。1988年には5ドアワゴンのブレークが、追加投入された。 当初は1400、1600、1900cc の直列4気筒再 HC ガソリンエンジンが中心であったが WRC に参戦した205ターボ16の経験を取り入れた 1900ccDHC16 バルブエンジンもスポーティグレードの26に搭載された。1910年代に、プジョーは世界で最も早く DOHC エンジンを レーシングマシンに搭載したが、26は第二次世界大戦後初めての DOHC エンジン搭載車となった。サスペンションは205と同じマクファーソンストラット、トレーリングアームの組み合わせであった。1988年に 1900cc ディーゼルと 1800cc ディーゼルターボが加わり、欧州市場では、むしろこちらが主力となった。 1991年には四輪駆動も設定された。1993年にはマイナーチェンジが行われ、ボディ剛性の大幅向上が図られる一方、トランクリッドの見切り線が下げられ、ダッシュボードも一新された。ガソリンエンジンは1600、1900cc から1800、2000cc に変更され、未16の DOHC エンジンも 2000cc となった。さらに、26の DOHC エンジンにターボを装着し、4WD のドライブトレーンを組み合わせた D16 も追加された。1995年に、後継者の406が登場した後、1997年に、ヨーロッパでの生産は終了したが、イランやエジプトでは2020年まで生産された。 プジョーパースが後継者。アメリカカナダにも1991年頃まで輸出されていたが、この405を最後に、プジョーは北米市場から撤退した。205自手がヒットし、ようやくプジョー車の知名度が上がりつつあった。当時の日本市場において、405は戦略者種として大いに期待された。しかし日本仕様の完成は遅れ、発売は、 本国のデビューから2年後の1989年9月となった。当時の販売元はオースチンローバージャパンと鈴木であった。当初のモデルは SRI、豪華版の SRI、EX、スポーツ版のみ1 6及び、そのレザー内装仕様であった。また盗難防止のため、オーディオには開閉式のカバーが設置されていた。 その後1990年10月に SRI-EX ブレークと中間車種の SRI-SX レザー内装を持つノーマル系トップモデルグリフが登場した。マイナーチェンジによる2リッター化を経て最後まで輸入されたのは SRI-EX のセダンとワゴン26グリフであった。プジョーイコールホットハッチという日本市場でのイメージ。 1900から 2000cc にもかかわらず3ナンバーという、ボディサイズ、BX より高い価格設定、初期トラブルの多さなどから販売は好調とは言い,い、がたかった。ありがとうございます。